財宝も頂戴したし、そろそろ見ることもさらに過ごせるか。さて、ルシタニアの体重や肩までの高さで身長を測りたくなければ、略奪品を持って俺についてこい。二強とめ、二強とは殺せ。財宝を奪って逃げた野郎だ。もうできたのか。早く逃げるぞ。休憩させてやるから息を整えろ。奴はパルス人だ。決して逃げた。麗しき幸運の女神アシン、あなたの信徒のうちで最も容姿端麗なる美女君が、薄汚い奴らに殺されようとしております。心あらば、ご加護を垂れたまえ。薄汚いなんてふざけた奴だ。ぶちのめせ。いや、お見事。私の手柄も残しておいていただけるかな。なんとかまた走れそうだ。手腕かかるやつだ。よし、行くぞ。麗しの女神アシよ、我らの戦いにご加護を垂れたまえ。今なら逃げられる。付き合ってられん。この野郎、逃がしてたまるか。俺の財宝だぞ。こいつからは逃げられんのか。分かったら、おとなしくついてこい。荷物運びが終わるまでは、すぐに守ってやる。
息を止め、観念しろ。この先は塞いだぞ。こいつ、誰がいるんだ。援軍を呼びに行こう。西には部隊がたくさんいるんだ。すぐに大軍で駆けつけてくるぞ。さすがに俺も大軍相手だ。おい、兵が一番少ないのはどこだ。北の方ならきっと。急いで北に逃げよう。いや、お見事。私の手柄も残しておいていただけるかな。おい、一体何の騒ぎだ。向こうから門を開けてくれるとはな。閉まってやがる。幸運の女神アシュ、ここも向こうから。門の前にいる偉そうな奴を倒して騒ぎを大きくしてやれ。どうした？何があった？また門が開いたか。頭の働かない奴ばかりで助かる。北の方は兵が少ない。十分うようよしてるじゃないか。魔導のため地獄に落ちろ。おい、何が。あの強大なパルスが何と惨めな終わり方だな。ハイカラーな国の攻防なんぞ。いや、お見事。私の手柄も残しておいていただけるかな。もう少しで抜けられるぞ。異教徒が暴れているようだな。行くぞ。美しき女神アシュ。異教徒だ。ここから先は行かさんぞ。おとなしく通した方が身のためだと思うな。俺に力を。ここで終わりだ。俺に力を。いや、お見事。私の手柄も残しておいて。引くしかないか。よし、これでここは通れるな。やった、助かった。荷物持ちご苦労。財宝は俺が有効に使ってやるよ。